さかよ。おはようございます。朝です。朝が来ました。朝っていうのは必ず訪れるものですけど、こんなに毎日絶望に落とされる時間が必ず数分訪れますね。ちょっと一旦シャワーを浴びてきます。はい、ということでね、始まりました。本日から、ジーク選手はベストボディジャパン2022攻略戦、始まりました。第1話、はい、朝の巨人。まあ今日もね、この、地下室からお送りしてます。6畳一間の地下室からお送りしております。朝にこういったモーニングログみたいなね、投稿しようと思ってますので、皆様のね、みんなの、勇敢なる選手候補生たちの、通勤通学 BGM 等に使っていただければなと思うんだよみんな。はい、よいしょ。ということで、ちょっと朝ごはん食べてね、朝ごはんプロテインマグケーキって食べました。はい、めちゃくちゃ美味しいです。簡単にできますし、作り方はね、多分筋トレ目型の筋トレ YouTuber の方が紹介してると思うので、目型の筋トレ、目型筋トレ YouTuber プロテインマグケーキで、出てくると思います。はい、まあ、今僕の体の仕上がりなんですけれども、20日ぐらい前から、ちょっと減量も始めまして。おー、なんで胸によるんだ、自動追尾機能が。まあこんな感じですね。はい、まあ、若干結果も出てきだして、うん、だいぶいい感じなんじゃないでしょうか。はい、ベストボディ出るにはちょっとね、肌が白すぎるので、まあここからあれですね、ちょっと焼いて、褐色の巨人になっていきたいと思います。はい、おにゃんこぽんぐらいまでいかずともね、もうちょっと肌を焼いていきたいなと思います。はい、うん、だ肌焼いちゃうと、僕がやってるモノマネキャラ基本的に全員肌が白いので、ちょっとなかなか外見が似せれることができないんですけど、まあその辺はちょっと飲み込んでいただいて、はい、全キャラバカンス仕様でやっていきたいと思います。はい、で今僕体重が78なので、まあこれどうなんですかね、あとこの体脂肪落ちて、脂肪が落ちて77とか、減量始めた時が80だったんで、20日間でまあじゃあいい感じに落ちてますね。はい、まあ体も別にそんなにちっちゃくなった感じはしないので、はい、いい調子で来てるんじゃないかなと思います。はい、まあ1キロぐらい落ちればいいかなと、この1ヶ月で、うんですね。ここからちょっと朝からね、まあ語弊を恐れずに言うと、アルバイトの巨人がありますので、はい、行きたくないよみんな、やめたい、やめたいよ。はい、もうね、皆さん一日、頑張りましょう。はい、じゃあいつものやつで、あ、何出るか、そうだ言ってなかったな、一応ね、9月11日のベストボディジャパン静岡大会に、出ようと思ってます。はい、なんで本当にまだあと、まああとちょっと1ヶ月ちょいか、はいですね。なんでまあ今まで僕の動画短い動画ばっかりだったんですけど、ちょっとこれからはその筋トレの動画とかもね、上げていければなと思います。ちょっとその真剣に、まあ真剣に筋トレするんだけれども、まあ真剣に筋トレをするわけなんだけれども、はい、あのビッグヒデさんの
口癖ですね。筋肉の巨人の、あれこそ鎧の巨人だよね。うん、そのもの、アニメのキャラで、筋トレをちょっとしていくみたいなのもね、出していければなと思います。ということで皆さん、今日もなんだよもうまた始まるのかよって思ってるかもしれませんが、頑張りましょう。はい、頑張ってくれよみんなー。